コミハギとかっていうやつね、ここはね、再建されたものだけど、アーチが出てます。これね、技術がね、これで強度も出してる。やっぱりね、いっぱいいくつも積み方があるみたいね。こんな場所もあるらしいね。作られた年代とかで、いろいろ違うんやるけど、こう抜けると、向こうの違うとかね、あの向こうのアーチが入ったときのアーチは、場所によってさすが、大島あるし、ちっちゃい島あるし、いろいろね、あっこもちっちゃいもんな、ここら辺でかいもんな、あるね、いろいろね、すごいね、すごい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 、やっぱり温泉があるから、よしよし、石垣は寝てるのよね、あの小倉城とかも45度ぐらいで裾野がバーッとなってるけど、あっすげえ、ここの石垣違う、あここ奥まってるけど、あ全然違うやん、ここ古いよ、ここの石垣は、ここの石垣は古いぞ、すげえな、こういうとこやな、もうちっちゃい石の野面積みやもんな、うわほんで ここに高いのがこんなに立ちそう、すげえな、ねえ、すごいな、うわすごいな、久しぶりやな、すごいな、すごい、ここどうなってんね、金開いてるっぽいな、ここなんか丸っこいよね、くるーっと丸になってって、そこを埋めた感じやな、どういうことやろ、どういうことやろ、ここ穴開いてたんかな、ここなんかあると多分穴開いてたのか、ちょっとよくわからんけど、砲弾でバンとやられたの、その戦後またちょっと埋めて直した後なんかよう分からんけど、ちょっとこうおかしいよね、明らかにおかしいよね、なんか上に神様が祀られてるような感じもするな、あれは何や、石か木か、ほんでそこだけあの葉っぱが生えてるし、あれなんかあるね、抜け道やったんかな、昔のの分からんな、でもこうやって見てるとさ、模様があるよね、だん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 積んでいくときにさ、わやけどデコボコしてんとさ、ほんとこういう曲面ができてるってすごい技術やね、ね、琉球王国って言ってるからかなり古い時やからさ、ここ縦に線がいってるね、あんなことないか、そう見えたんだけど、でも縦に線いってるね、この空気の問題があるけどね、こうだんだん出てきてから、あとこの角のとこだけ集中的にやったとかさ、すごいね。
すごい、すごかった。